はい、皆さんこんにちは、ケルでーす。今日はケルモノご紹介するのはこちら。のれんです。何ののれんかというと、まだ見えない、まだ見えない、まだ見えない。はい、カプリコ、カプリコのれんです。はい、すっごいですよね。面白いですよね。で、ちょっと上だけ映すとあれなんで、ちょっと逆側になっちゃいますけど、下半分ね。僕ね、甘いものが大好きなんですけど、で、その中でもカプリコって、もう何本でも食べられちゃうようなね。はい、こんな感じです。しっかりカプリコ。はい。書いてますね。ジャイアントって書いてあるのが、ジャイアントカプリコですね。うん。大好きなので、ちょっとこれを見つけた時に即買いしましたね。ただ僕が買ったところは1500円ぐらいしたんですけど、先ほど、楽天で見てみたら980円ぐらいで売ってました。はい、ですね、売り切れも結構多いので、買うんだったら今かもしれません。うん、長さはね、この横幅、これが85センチで、この長さですね、これが、150センチです。うん、で、もちろんのれんなので、ここね、はい、この棒を通せる穴あります。で、真ん中はこういう風な感じになってるんですね。ずっとこういうのが続きますね。で、もちろんこういう風になって、こちら側ももちろん穴。うん、で、棒を通すところがないよって方、あのですね、ちょっとお待ちください。本当に準備悪いな。はい、こういったものも売ってるんですね。あのカーテンを置くコーナーってね。はい、で、棒を通すというよりは、これをね、 S 字フックとか何かにかけて挟むんですね、この場所に。こう挟んで、こうかける。こういうものを売ってます。で、回転します、これ。はい。これは止まってね。これだけ回転します。うん。なので、こういうものも活用してみてはいかがでしょうかね。うん。棒、やっぱり引っ掛ける場所も必要ですからね。僕の場合は、まあ、引っ掛ける場所がないので、棒をね、インシュロックでくっつけて、で、そこにこれを通して、で、それで、これを引っ掛けるようにしております。うん、男子だとなかなか、チョイスしにくいでしょうね、このカラーはね。あとね、ポッキーもあるんです。うん、ポッキーは男子でもいけると思いますけど、残念ながらポッキーあんまり好きじゃないんです、僕。はい、いちごポッキーなら結構好きです。うん、ただダントツでカプリコが好きだったので、はい、カプリコにしてみました。うん、特に女子の方で、なんていうんですか、仕切りとして、例えば彼氏がいて、ここは着替える場所だから、ちょっと見られるのは嫌だとかね、ちょっとプライベートなものを置きたい、下着とかそういうのを置きたい場所とか、そういう区切るのにいいと思います。うん。僕はちなみに、このパソコンの上にウェブカメラが置いてあるんですけど、たまにツイキャスの方をそちらでやってます。で、ウェブカメラはこっち側を撮ってるんで、そうすると僕が、いるね、メインフロアが全部映っちゃうんですよ。で、僕、物をグワーッと置く癖があるので、ちょっとお見せしましょうか。ものすごいですよ、僕の物置癖は。はい。ちょっとしか見せませんよ。はい。ここ綺麗なんですけど、こうなると一気にこうなります。はい。なので、物がグワーッとなってるので、はい。お見せしないようにこういうので隠すようにしてます。はい。ということで、本日はですね、ジャイアントカプリコ、ちょっとこれじゃわからないよね。うん、はい、ジャイアントカプリコののれん、この本当になんかロゴが見えた方がいいよね。はい、ジャイアントカプリコののれんをご紹介いたしました。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバーイ。ここでチャンネルからのお知らせです。
僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネルでご視聴いただけます。各動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ツイッターも動画解説欄からどうぞ。